レオポルド・プリンツ・ボン・バイエルン・レオポルド・プリンツ・フォン・バイエルンはドイツの元レーシングドライバー。彼はビッテルスバッフ派家の末裔でもある。彼は1969年からレース活動を開始し、ポルシェのワークスドライバーとしてスポーツカー世界選手権などで活躍。1980年からは BMW のワークスドライバーとなり、引き続き、 スポーツカー世界選手権に参戦したほか、ルマン24時間レースにおいても1981年、1983年と1984年の3回出場経験がある。その後もツーリングカーレースに出場し、ドイツツーリングカー選手権にも1984年から1992年まで参戦。百九十四年からは、BMW シュニッツァーから全日本。 ツーリングカー選手権にスティーブ・ソパーのチームメイトとしてヨアヒム・ビンケルホックと交代で参戦。トカチと鈴鹿以外のレースに出場し最終戦のインターテックではソパー、ビンケルホックと共に三大体制で出場した。翌年もソパーのチームメイトとして彼のサポート役に回り、ビンケルホックと 交代で引き続き参戦。この年トヨタや日産との激戦を制して、ソッパーがドライバーズタイトルを獲得し、シュニッツァーもチームタイトルを獲得することに成功した。翌年からは母国ドイツに再び拠点を移し、ドイツスーパーツーリング選手権に引き続き BMW のドライバーとして参戦。1998年の STW カップ参戦を、 最後に現役を引退した。現在も BMW のアドバイザーとして活躍している。また2010年にはミニの電気自動車でニュルブルクリンク24時間レースにも参戦した。ありがとうございます。